皆さんこんにちは、イオギレの3回目の2、3文字連盟になります。今日はちょっと書く前に、ちょっと確認したいことがあります。この2、3文字連盟の課題は、だいたいいつも左側に和歌が一つついて、短歌がついておりまして、こちらの、部分を書いてるんですね。で、だいたい2行書きで書いてある。でよく見るとだいたいまっすぐに書いてある。で、そこの中で幅が広がるところもあれば狭くなるところもあったりして、よく見ると、重心が右にあったり左にあったりしながら書いているのですけれども、基本的には下に流れるように書いている。そう思うとちょっとやりやすいかなと思います。最初は綿のと腹、綿の腹なんですけども、それをこう3文字、2文字に分けて書きますね。で、その時にどこまで脳を伸ばしたらいいのかな、なんだかこう手本を見るとずっとこっちに行ってるようだなって思うかもしれないんですけれども、これはこの長い1行の中のごく一部なので、あまりそこで斜めに行き過ぎたりしないようにと思うと、おのずとここの角度が割り出されてくるのではないかと思います。はい、そうですね、こちらのところで、ちょっと突き返しや何かがあります。で、和がここまでです。次に他に行きますが、その時に、やはりぬるっと行かずに止まって、ここから押し出してたですよといきます。このたはここで引っ掛けてこういうたになっていますね。で、その後はこの脳のここまで頑張りたいんですね。ここでほーっとせずにできればこう上がってきてほしい。はい、そしてゆるゆるといきます。で、やはりそれなりに勢いも必要なので、よく最初に観察してもらって、お聖書書くときには多少曲がろうが何だろうが、やはりギュッと沈んだところからぐーっとここまで一気に書くようにしてしまいましょう。そうすると、おのずと流れよく書けると思いますね。次に腹です。腹だけ見ると、このラは真ん中まで戻らないんです。そこすごく重要なところですね。さっき1行に書くんですよと言ったけれども、戻らなくていいのと思われるかもしれませんが、実際のところ、ここ次が矢で、矢がすごく伸びてるんですね。ここら辺まで伸びてる。だから3文字でやるとちゃんとバランスよくまっすぐになる。そこの一部分を切り取ったところですので、戻らないで、はい、右側の方にラ書くので十分ですよ、そんなに遠くまで行かなくていいですよと思いながら書いていただける。それとこのハの字ですけれども、多くの場合、この結びに比して割と一画目が長いんですね。それも覚えておいていただくとよろしいかと思います。はい、横に書きます。いつものようにこれ膨らんで立ち上がります。それを受けて、はい。その時ですね、ここちょっと突き出していて、はい。ゆっくり筆先で、先に行って回してください。で、ここの一画目まで頑張りたいですね。苦しかったらここで話しても初心者の方結構ですので、できればここで止まらずに、ぐるーんとしてここまで頑張ってください。はい。それでちゃんとここで立って、このまま横に行かないで、立ち上がって縦を書くようにしましょう。はい。立って、縦を書いて、はい。筆の向き変えて、こちらですね。はい。そうしますと、整った腹が書けます。次、船ですね。はい。この符はちょっと頭が長いんですけれども、やはりこちらのところ見てみますと、上に釣りとついておりまして、この縦強調でバランスをとっている。
で、根は、最後のこともありますが、あまりこちらの方に戻ってこなくて大丈夫ですね。はい、それで2行のバランスをとってますので、あまりせり出さないで大丈夫と思って書いていただくとよろしいかと思います。はい、とここのところはちょっとデリケートですね。書いてみます。はい、点は必ずちゃんと立ち上がって、はい、大きく揺れて、はい、ちょっと横にやって、それから回します。でここから一気に、はい、沈みながら、はい、ギュッと立ってください。突きます。突き返して、よいしょ、跳ね上がります。はい、でまた結びますね。この時細かく見ると、根のこの屋根の上には字がないんです。はい、ずれてて結構ですので、あまり全部戻ると思わずに書いてください。どうしても普通のあの活字の場合はこういうふうに四角い字がまっすぐ並んでいますので、それに皆さん見慣れてますけれども、腹のようにこう下だけのところもあれば、はい、少しねじ入れて終わることもあります。はい、その字と字のつき方ですね、幅の違いもあれば長さの違いもあるし、伸びてるところもあればくっついてるところもありますね。そこら辺をよく観察していただくと、とても面白いことが見つかると思います。最後、告げよ。今回の課題の中ではとにかくこの告げよが一番難しいかもしれません。つとけは離れていますが、これはあの遺伝といいまして、気持ちはつながっています。はい、今度けですね。歯と違って、毛の場合は、こちらで1画目よりも3画目の縦の方が長くなるのが普通です。で、今回は、よの1画目も合わせて書きます。そこがちょっと大変です。一つ、ここのところで、ちゃんと筆立ってから向きを変えるようにします。ちょっとやってみますね。はい、ついて、はい、そのまま続けて、はい、沈みます。しかしここまでで立ち上がってください。そうすると押し返せます。で横に行きます。はい、またついてください。はい、これまた中沈んで立ち上がって1画目、ぜひここまでは頑張ってください。大変ですが、これこうしたらこれついてこう浮きます。はい、筆先は今そうですね、5時ぐらい見てますかね。それからギュッと持ってきてしまう。ギュッと持ってきて。それからゆっくり回してもらうのは根と一緒ですね。はい。これもまっすぐでなくて大丈夫です。戻らなくて大丈夫ですね。真ん中までね。それで、3文字続けて書いていただくとよろしいと思います。こうやって、いろんな表情があるのが、かなの面白いところですので、ぜひよく観察して書いていただくとよろしいかと思います。今日は以上です。